大城、争奪戦は必至。出場機会を減らしている巨人大城匠は、今オフにどのような決断を下すだろうか。2024年シーズンから阿部慎之助監督が就任し、大きく変化したのが捕手の起用法だ。近年は、強打の捕手として評価を高めていた大城が不動の正捕手としての地位を確立していた。昨季も134試合出場で打率、2割8分1厘、16本塁打、55打点をマーク。打撃3部門でいずれも自己最多の数字を残したが、24年は試練を迎えている。32試合消化して、スタメンマスクは14試合と半分にも届かず。小林誠二、岸田幸則が出場機会を大幅に増やしている。結果を出さなければいけないという焦りが影響しているのかもしれない。自慢の打撃でも本来の力を発揮できず、22試合出場で打率、1割9、分、0本塁打、3打点。24年5月5日の阪神戦は小林が高橋礼とバッテリーを組み、大城に出番はなかった。阿部監督の大城に対する期待は大きい。配球や投手に対する声かけなどでもっと意識を高く持ってもらいたい思いがあるのだろう。奮起が期待されるが、気になるのは今オフの去就だ。今季中に FA 権を取得予定で、権利を行使するか注目される。スポーツ指揮者は、大城は打撃が良いだけでなく、守備面も決して悪くない。盗塁阻止率は高いですし、他球団だったらもっと評価される選手だと思います。実際に複数球団が興味を示していると聞きます。FA 宣言したら争奪戦は必至でしょうと語る。まだシーズンが始まって4分の1にも到達していない。正捕手を奪取し、巨人を4年ぶりのリーグ優勝に導く働きを期待したい。他球団の評価は高いし、気分的にも楽になるかもね。頑張ってほしいね。たまたまだろうが、今年大城さんマスクの被災灰が多く、なおかつまだ打撃も不調。これではアピールしようがない。争奪戦になるほどの捕手かな。もう31歳だし。どこが欲しがるの。このまま巨人がいいんじゃないかな。今オフは甲斐や坂本、木下など、レギュラークラス捕手柄、FA 権取り柄なのでどうなるか。大城の場合は、外の低めのストレートを待っていて、思い切り振ればスタンドインです。別に、全くチャンス与えられないわけでもなく、越されてるわけでもないんだから、結果出すしかないだろう。移籍した先で、試合に出られずに腐るところまで見える、原が、最初に甘やかしたせいで、全てにおいて甘い。とはいえ、実際に獲得となると、レギュラーでハマる、球団に当たらないのが現実。今はどこも育ててるからね。他球団で、捕手として、争奪戦が展開されるとは思えない。では野手、打者としてなら、何、の評価では？ホークス外捕手も FA 権取得。ここは、お互い選手もチームも、心機一転のためにもトレードでどうか。評価してくれる球団があるのなら、FA した方がいいよ。せっかく取得した権利なんだから。ただ争奪戦にはならないかと。捕手のポジションは一つしかないのに、大城使えば、他球団なら小林評価される。小林使えば、他球団なら大城評価される。どうすればいいんじゃ？実際のところはどうなんだろうね。